というわけで、こちらをご用意したんですけれども、ちっちゃい。ただのもんじゃつまらない。こちらウイスキー、アルコール度40度、コインの数字500が出たら相方の石田さんに飲んでもらう、反対が出たら俺が飲む。しかし石田さんはいない。お休みなので私が飲む。お客さんで醤油を一気飲みして顔面麻痺になった人がいるから、絶対塩は気をつけないと本当ダメだよ。殺菌。エヴァンゲリオンさん、視聴者の皆さん、塩は無理だ、やっちゃダメだ、ザリザリしてる上にやっぱ無理だわ。ちなみに今水をガブ飲みしてきた。石田さんも僕もお酒は飲めない。今飲んだけどね、このままじゃ無理だというわけで、行きます。マジでね、塩もお酒も適量がいいね。本当もうちょっと、ね、涙出ちゃったの分かる。大事、できないものをやってはいけません。7秒。タコ用のたわしを使ってね。ポン酢、たっぷりのネギ、たっぷりのもみじおろし、どう？